熊本県教育委員会学校人事課です。令和5年度熊本県公立学校教員採用講座について要項の解説を行います。解説の内容は学生の方を対象として要項から一部を取り上げて説明していきますので、詳しい内容は要項を熟読してください。説明の内容については次の通りです。昨年度の選考考査の結果等について触れた後、今年度実施の選考考査内容について説明していきます。それではまず一つ目に、令和4年度の選考考査の結果等についてです。採用数と受講者数及び倍率を示しています。中学校、高校については各教科ごとに倍率は大きく違いますので、全体的な傾向と考えてください。次に実施要項について説明していきます。まず今年度の主な変更点について要項の表紙をご覧ください。今年度は学生の皆様に大きく関わることとして4点の変更があります。1点目は中学校家庭の実技講座を廃止したこと、2点目は加点制度の対象を拡大したこと、3点目は採用候補者名簿搭載期間の延長者にかかる対象者を追加したこと、4点目は小学校教諭等の第一次考査の実施会場を追加したことです。それではこの4点について簡単にご説明いたします。1つ目は中学校家庭の実技考査を見直し、第二次考査における中学校家庭の実技考査を廃止します。2つ目は教員免許状に係る加点制度の対象の拡大についてです。令和3年度実施の選考考査では、教員免許状が関係する加点制度として、表にありますように、小学校教諭の受講者には、小学校及び中学校の両方の免許を所有している場合と、特別支援学校教諭免許状を所有している場合に、第一次考査へ加点を行いました。これまでは、免許状を所有している方のみを対象としてきましたが、現在大学生などの取得見込み者も加点対象とします。この表は中学校教諭等を受講する方の場合です。中学校教諭等の受講者も、小学校及び中学校教諭の両方の免許状や、特別支援学校教諭免許状の所有、または取得見込みも加点対象となります。次に、高等学校教諭等の受講者については、特別支援学校教諭等の免許状の所有、または取得見込みが対象となります。ちなみに、小中学校教諭等の免許状の所有や取得見込みについては、加点対象ではないことに注意してください。また、高等学校教諭等の受講者を対象に、情報の免許状所有者及び取得見込み者には、新たに第一次考査に加点を行います。この場合、高等学校の情報を受講される方は加点対象となりません。令和4年度実施の教員採用選考考査から加点制度の対象に免許状取得見込み者も加えていきます。ただし、採用内定者で加点対象であった免許状が取得できなかった場合、加点は取り消されることになります。その結果、受講者の得点が合格ラインを下回った場合、内定取り消しとなる可能性もありますので、ご注意ください。詳細は実施要項にてご確認ください。3つ目は、採用候補者名簿搭載期間について延長を希望することができる対象者に、特別支援学校教諭免許状を取得する目的で大学の特別支援教育専攻科等に進学する内定者を加えます。ただし、特別支援教育専攻科等を修了し、特別支援学校教諭免許状を取得することが条件となりますので、ご注意ください。4つ目は、小学校教諭等のみを志願する方は、第一次考査を東京会場の都道府県会館でも行えるようにしたことです。諸事情で関東地方で活躍されている方や学生に対し、受講機会を広げるため、同日に別会場での第一次考査を実施します。なお、対象講師は小学校教諭等です。小学校教諭等以外を志願する場合は、東京会場での受講はできませんので、ご注意ください。
以上が令和4年度実施の教員採用選考考査にかかる主な変更点となります。次に選考考査の全体像についてご説明します。まず受講の申し込みについてですが、今年度も志願書等の提出は郵送または電子申請のみとしていますのでご注意ください。申し込み受付期間は令和4年5月16日月曜日から26日木曜日午後5時までとなります。ただし郵送の場合は5月24日火曜日の消印有効となりますのでお気をつけください。締め切りは厳守ですので余裕を持って申し込みをされてください。続いて要項の1ページをご覧ください。受講資格についてはそれぞれ受講を希望する職種の普通免許状を現に所有するものか、令和5年3月31日、つまり今年度末までに取得見込みのものになります。特別支援学校、学級、教諭等の受講者は、特別支援学校等の普通免許状と、小、中、高のいずれかの普通免許状の2つの免許状が必要となります。現在、大学生の方も取得見込みとして受講は可能ですが、免許状が取得できないと採用できませんのでご注意ください。次に採用予定数についてです。詳しくは要項にてご確認ください。中学校、高校、特別支援学校、専願については昨年度より増加しています。小学校においては昨年度と同数です。また倍率については志願受付期間中に中間報告をホームページでも行います。小学校及び中学校教諭等で採用された方は、小学校、中学校、義務教育学校のいずれかに配置される場合があります。高等学校教諭等で採用された方から、特別支援学校へ5名程度配置されます。また、特別支援学校、学級の専願で採用された方は、特別支援学校または市町村立学校に配置され、高等学校への移動はありません。次に、一昨年度から導入しました併願制度についてです。受講に際し、志望講種、職種は原則1講種あるいは1職種となりますが、中学校教諭等受講者は第2志望として小学校教諭等を、高等学校教諭等受講者は第2志望として特別支援学校、学級、教諭等を併志願することができる制度です。受講生の希望する職種がどちらも含まれていましたら、ぜひ利用していただきたいと思います。それでは、選考考査の日程及び内容の詳細について説明します。要項の4ページをご覧ください。第1次考査については、日時を令和4年7月10日日曜日としています。考査会場はそれぞれ受講する講種で異なります。また日程についても受講する講種や併願制度を利用される場合などで異なりますので、要項でご確認をお願いします。第1次考査では筆記の内容である教職科目と専門教科等、それと中学音楽、中学高校美術、高校書道、中学高校保健体育の受講者は実技考査が行われます。実技考査の内容については要項でご確認ください。また中学校教諭等及び高等学校教諭等の英語の専門教科にはリスニングテストも含まれます。専門教科等の考査時間は昨年度から80分に短縮しています。実技のある教科はこれまで通り50分です。教職科目は全講習40分です。第1次考査の結果の通知については、7月25日月曜日以降に全員に通知される予定です。合わせて熊本県庁、熊本県のホームページ及び県教育委員会のホームページで合格者等の受講番号を掲示します。一部を除いた不合格者の方に、順位と各考査内容の点数を通知するとともに、臨載の申込書も同封しますので、
その場合はご検討いただければ幸いです。なお、臨済の方を対象とした交差内容の免除等については、要項4ページ上段にありますので、ご確認ください。次に、第二次交差についてですが、要項は5ページとなります。日程は8月14日日曜日の1日と、15日月曜日から19日金曜日の指定された1日の計2日間実施します。交差会場については、第二次交差受講者に別途通知されます。8月14日日曜日の初日の交差内容は、論述と中学高校英語、高校家庭の方は実技交差です。実技交差の内容は、英語ではスピーキングテスト、高校家庭では被覆政策と食物調理です。2日目以降の交差内容は、模擬授業と2回の個人面接です。高等学校教諭等、特別支援学校学級教諭等、養護教諭、栄養教諭は個人面接2回のみです。小中学校教諭等の受講を考えていらっしゃる方について、模擬授業代は第二次交差前に熊本県教育委員会ホームページで公表します。事前に確認をし、しっかりと準備をして臨んでください。受講の結果については、10月上旬までに通知する予定です。最後に、その他の事項について説明します。要項6ページの加点制度についてですが、先ほど申し上げた免許状の取得見込み者への加点以外に、大学生にかかるものとして、小学校教諭等を受講する方で、英検2級等の合格者は3点が加点されますので、お尻置きください。その他、加点要件に該当する場合は、加点制度が利用できますので、必要な提出書類の内容や時期について、詳しくは要項でご確認ください。3年以上の勤務経験がある元本県の教諭等の方は、一次交差を全部免除しておりましたが、今年度はさらに二次交差での論述を免除いたします。以前、介護や育児等で離職されていた元本県教諭の方が復職しやすいような特別選考の制度となっています。周りにそのような方がおられましたら、ぜひお声かけいただければありがたいです。要項7ページには、志願手続きについて説明があります。繰り返しになりますが、第一次書類の受付は郵送または電子申請のみで、令和4年5月16日月曜日から26日木曜日午後5時までです。郵送の場合は5月24日火曜日の消印有効となります。なお、電子申請で申し込む場合の注意点について説明します。電子申請で申し込まれた方については、審査完了後6月17日金曜日以降に、受講番号がメールで配信されるので、必ず確認してください。その際、申し込み時にダウンロードした受講表、写真表を各自印刷し、ハサミ等で切り離して、通知された受講番号と、必要事項を記入の上、返信用封筒と一緒に持参してください。また、第一次交差が全免除となる特別選考等に志願する方は、返信用封筒を令和4年5月26日木曜までに郵送してください。詳しくは要項で再度ご確認いただき、忘れることがないようによろしくお願いします。要項8ページには、大学院修士課程や教職大学院の在学者及び進学者、さらには先ほど説明しました通り、特別支援学校教諭免許状取得を目的とした特別支援教育専攻科等への進学者に対する採用候補者名簿搭載期間の延長についての説明が記載されています。簡単に言いますと、専攻交差に合格され、教員採用の候補になられた方が、大学院修士課程等の修学継続または進学を希望する場合や、特別支援教育専攻科等への進学を希望する場合には、採用を延期することが可能ということです。ただし、資格要件等を満たさない場合には対象となりませんので、要件等については要項でご確認ください。最後に、
本県教育委員会ホームページにて、教員の魅力発信を目的に、各学校現場にお勤めの先生方からのメッセージを多数掲載しています。ご覧の QR コードからも動画サイトに案内されますので、ぜひご覧になってください。本県教員を目指す方が一人でも増え、専攻講座へ出願していただきますようよろしくお願いします。何かご不明な点や尋ねたいことがありましたら、学校人事課にメールか電話でお問い合わせください。今後、新型コロナウイルス感染症対策で日程や講座会場、講座内容等が変更される可能性もありますので、熊本県教育委員会ホームページに掲載される情報を定期的に確認してください。ご視聴いただきありがとうございました。熊本で先生になる方をお待ちしております。